おまけのジブリ、おまジブリと。さあ、ジブリといえばね、やっぱり、名ゼリフカルタですよ。それ前回買ってきたやつですね。前回これでセリフ当て、やったやった、結構好評だったんで。あれがメインの企画じゃなかったんだけどね。なんか結構ね、コメント欄ではジブリ有識者みたいな人たちが、あ、全部指で分かりましたみたいな。完全マウンティングをしてくるやつが、何回も見とるやつだからな、何回も見とるやついっぱいおるからな、ジブリは。じゃあそんな中でお二人にクイズです。ででん。あ、あ、あーって言ってるとこじゃないよ。違う、もうサンはそんなこと言わないから。そんなあーとかはね、なんだろうな、これアシタカの顔、で、自己棒が汗、玉のような汗をかいてる、どのシーンだこれ。赤い花だな。サンが赤いな、赤い花だなって。赤いな、どうなってんだおい。初めてこんな花の赤い人間を見たぞって。はい、残念。明日が人間に話したって無駄だ。ちょっと待ってください。そのシーンです。いや、難易度高すぎですね。あのね、正直ちょっと軽く見た感じで、もののけは難易度高いっす。でしょうよ。いや、頭返す、頭を返すシーン。あー、ライダーウォッチの、はいはい、なんたってね、もう、あが3つあるからね。ほんと、ほんとだ。あ、3つもあんじゃん。これは、アシタカのことは好きだ、でも人間は殺す。惜しい。アシタカは好きだ、でも人間を許すことはできない。そうそう、そこまで過激派じゃない、で、二人でね、あの山と町で別れて暮らそう的なセリフ。これ名ゼリフ、これ名ゼリフ。あの子は人間だぞ、まあ、その前もあなんだね。あの子を解き放て、あの子は人間だぞ、黙れ小僧って。黙れ小僧。赤い花だな。もう違うで、なんで自分で言うんだよ。鏡見てんのか。赤い花だ、俺のことよ。違うの、赤に乗ってるやつだ。赤に乗ってるやつ、赤に乗ってるやつ、あれさ、シャアのあだ名の付け方ひどくない？ひどいっすよね。鼻が赤いから赤花って呼ぶのさ。いじめっすよ、あいつ、ね、クラスの陽キャっすよ、シャア。少佐、少佐、そういうネーミングは良くないですよ。今の時代コンプラに反しますよ、少佐。少佐あかんですよ。意識の高いジオン兵に言われるよ。あーって言われる、少佐は人気ないんだ。動画回しますよ。パワハラっすよ、パワハラっすよ。これ出すとこ出ますよ、連邦に行きますよ、これ持って。軍法会議問題。はい、ということでね、今の一応言っとくか。今何ですか。天土の間にある全てのものを欲するは人の業というものだ、自己棒。俺自己棒のね、そういうとこ好きなんですよ、ドライに世の中見てる感じ。あ、じゃあね、次行きますよ。じゃあ、お前がサンを救えるのか。まあいいでしょう、お前にサンを救えるか。ああ、そんなんでもね。はい、じゃあ次いきますか。はい、き、に、人間食う、賢くなる、俺たち強くなる。なんて言ったっけ、これ。き症状、少女たち。少女たちですよね。これ怖かったんだよ、お猿さんたち。少女。この作画がね、あえて夜中の暗闇の中ではっきりしてない感じが怖かったんですよね。怖いね、これ。木か、ちょっと待ってくださいね。木。人間食うのシーンだよな、これ。なあ、木って何、最初のことは何だ、木。今日は人間食う。昨日も人間食った。今日も人間食う。今日も人間食う。わからない、なんだこれ、木から始まるやつ。これはですね、木植えた、木植えた、木植えた、みんな人間抜く、森戻らない。そこかそこかむずいんですよ、むずい。木植えたのシーンって絶対インパクト、人間食うで覚えちゃうもんな、このシーン。食う、クソが、わがなは明日かっていう人だから、そんな汚い言葉遣いしない。ツイッターで最近よく出てくる、出てくる、わがなは明日か、飲み会で乾杯が始まったってやつ。
そうそうそう。そういうやつだよね。うん。明日に背負わせんな、人間の方、いろいろと。誰か分かるものがおるかってやつ。そうそう、何でも聞いてくる、明日が。少しはググれ。うん。これこそはググレカスって言ってるかもしれない。あ、ググレカスって言った。でもこれタタラバっすよね、みたいな感じ。タタラバの中だよな。くく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 。うわあ、ここまで出かかってんだけど出てこない。く。これはですね。曇りなき眼で見定め決める。ああ。そんな名シーンを。そうそうそう、結構名シーン系のね、うん、曇りなき眼のシーンか、これ。あ、じゃあ解釈の好きな人でいきましょう。俺の好きな人、あー、はい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 、さささ、さ、これあれサンとやり合ってるシーンなんですよね。サンとやり合ってるシーンで、なんつってたっけ、これエボシゴゼン。そう、ささ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 さる、さる。これはでも、これどうなんだ、明日がとや、いや、明日がに言ってんの、明日がに言ってるこれ。でも明日坂頭にわずかな糞を見せびらかすな、その右腕切り落としてやろうって言ってる。おお、右腕だと。ああ、え、これサンと戦ってるシーンじゃなくて明日がと戦ってるシーン見たよ。マジか、記憶違いが。サンの持ってるナイフ、そういやこれじゃなかったな、槍と、うん、なんか担当持ってたよね。そう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 、もっと民族風のやつだったか、ね、あー、なんだこれ、ヤックルと水の中に入ってすぐ楽になる。なんでとどめを刺そうとんぷんって役の頭で全然まだ元気そうなのになんで死なそうとすんのすぐ楽になる。自然の起きてかな、なんだっけなこれ、なんだっけなこれ、マジで、なんて言ってたっけこれ。これはですね、好きなところへ行き好きに行きな、はぁ、逃がそうとしてるし。いや、これはもうサービス問題だよ。あ、ほんと、さあ、サービス問題です。これサービス問題、サービス問題です。これもこれだって血を吐き出した後で、言ってんね、あのことを。明日がに、明日がに言ってたよね、確か。明日がに、され正解。そうだ、されだ、うん、サービス問題です。され、うん、されだ、うん、続いて何がいいかな。あー、なるほど。もののけ姫一回見返したいよ、これやる前に。これ、これあれか、黙れ小僧。これそうですね。でしょうよ。これただけど黙れ小僧のとこですね。これは。そんなに鼻紫なんだから、それもう黙れ小僧。鼻紫だと関係ないだろ。はい。ち、元彼か。うん。中村さんから聞いて初めて知った。そうそうそう、あのあとググって本当だった。そうそうそう、うん、ジブリ突然そんな情報ツイッターとかに出してくる、うん、チッ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 チ、なんだこれはね。もう単純に名前を言ってるんだけど、そうか、こういうふうに紹介してたかっていうのは、鎮西のおことのしだって言ってね。ああ、鎮西のっていうその前についてるやつ、うん、覚えてないわ、いきなりと、うん、そうなのよ。いや、全然覚えてないね。まあ、でもこれ本来の遊び方じゃねえからな。これ覚えてるやつ結構やべえぞ、正直。この遊びが完璧にできるやつ、うん、この遊び完璧にできるやつやばいって。なんか何万回見てんのよ。み。み。あー、俺の好きなあの、真似してんだよな、児玉が。見てんじゃねえよ、みたいな。背負ってるところの、この、下の背負ってるやつのあの顔見てよ。いい味だね。虚無やな。虚無だね、下が。うん。これなんて言ってんだっけな。み。道案内してくれるのか。あ、惜しい。おお、うん。道案内をしてくれてるのか、迷い込ませる気なのか。ああ、そうそうそう。なるほど。そんなこと言ってた、うん。って言ってるね。この遊びやっぱ本来とね違うけどね。楽しいっすよね。わかった。
いやダメだって、ね、ネットミーム化すると笑っちゃうからさ、このシーンいいシーンなのよ、名取りのシーンは。我が名は下か、しかもさ、これ難しいよ、うん、我が名は下か、東の果てよりこの地に来た、そなたたちは獅子神の森に住むと古く聞く古い神かまでなのよ。これさ、これ絶対我が名は明日かんとこで毎回みんなバーンって弾くから、うん、その続き読むしかない。読むことない。わあ、これな。ネットミーム化してる明日かです。もうクソみたいなネットミーム化するとこれ良くないって。この絵でね、なんかキャプチャーしてさ、うん、そう我が名は明日か。書いてね。我が名は明日か。ポケカが買えない。そう、どうでもいいこと言うとんのよ明日かが。まあ名シーンですよね。サービス問題ですね、今からじゃ。サービス問題ですね、うん、いや、 やっぱりね、いいね、楽しい、ジブリは楽しいわ本当に。7月公開の君たちはどう生きるか、うん、一切宣伝しないというね、うん、ポスター1枚で済まそうっていうあれでしょう、うん、まさかのね、うん、いやでも悔しいよ、煽られてるよ俺は。いやだからさ、やっぱあれだけの作家性があるとさ、うん、いいのよ、もういいの、あの何を作ろうが見ますっていう、そうこっち側があるから、予告で煽る必要とかがほぼないんだよね、本当に、うん、何を見せてくれるんだろうっていう楽しみがあるからさ。俺らね、内容当てちゃいます。どんなアニメになると思います。いや、あれ一番でどうやって当てんねんあの鳥人間みたいなやつのポジション当てましょうよ。あの鳥人間、おジブリキャラクターの今までジブリ映画の例えばどのポジションに当たるのかっていうところ。これはあれは何でもないと思う。嘘、キビジュッスよ。何でもないボブ、何でもない鳥を描いてると思う。中村さんそう思うんですね、うん、俺はあのポジションはそうだな、作品で言うと千と千尋に出てくる青ガエルだと思う、うん、どのくらいあの橋の上で時間止められてプクって浮いてる。でどのぐらいのポジションだ、そのぐらいのポジションだ、ほぼモブ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 、印象深いシーンがいくつかあるタイプので、あの鳥のすごい気になるのはさ、うん、鳥に見せてさ、下に目があるんだよね、うん、そうそう、人間の目みたいについてるん、なんかだからあれ何なんだろうと思うよね。でも宮崎作品多いじゃない、ユバーバードも、ユバーバードって名前じゃねえだろうけど、俺勝手にユバーバードって呼んでるユバーバが鳥になるシーンもなんかあんな感じの生き物だし、うん、変身してんのかな、ねえ、あれなんだろうな、ブーちゃんどう思う、あれポジション、でもあれって原作あるんだよね。あ、いやそれがさ、あの君たちはどう生きるかの本はほぼ関係ねえんだって。え、そうなの、話聞いたところによると、あれは何、タイトルがたまたま被っただけ。いや、なんか意図はしてんの、作中の主人公があの本を読んでるらしいです、ワンシーンで。それだけ、それだけっていう話。まあでもその原作とかに名前が入ってないんだもんね、入ってないですね、その元の小説の方の、うん、で元々は、ね、あのコペル君だっけな、コペル君とおじさんの話だから全然違う話なんですよ、うん、多分あんな鳥出てこねえから、うん、へえ、なんだろうねあれ。おでもなんかパッと見た感じ、なんか顔なしっぽい、あの不気味さがあるというか、顔なしっぽいポジションなんかな、どうなんだろう。でもカモナシのポジションってどういうポジションだって言われたら結構迷うんだよあれなんだっていう。顔なしのポジションはね、あれ結構なんかこう経緯を語ると面白い話いっぱいあるんだけれどもまあそれは千と千尋の同時視聴かなんかするときにすごいね、今からで言うとあと1ヶ月後に公開なのにこんなに分かんないってすごいね、うん、全然分かんないです、まあ面白いよ戦略として。スラムダンクの映画の展開を見てそれを参考にしたみたいな話を聞きました、スラムダンクもほぼ前線にしなかったんで、内容、まあ、スラムダンクでいけるんだったら、スラムダンクもいわばあの全国的国民的な作品だからそれ通用するじゃないですか、うん、まあでもスラムダンクはバスケするってわかるじゃん、そうですね、うん、それよりやわかんないよ。いやわかんないです、もしかしたらスラムダンクまるまる三井の喧嘩に割り振られてるかもしれないし喧嘩パートで、喧嘩パートでバスケはしないほぼしないっていう展開もありえたかもしれない、うん、ジブリはなどうですか、なんか聞いてますか、ね、何を聞いてないですか、君たちはどう生きるか。正直宣伝しないって聞いた時はえって思いました。後ろ雑誌にもないんすか思いましたか。そうですよね、まあ、そりゃそうだね。あ、まあちょっと映画はね、新作久しぶりですから楽しみにしたいなと思います ね、 ね、 楽しみですね。はい。